会話した保育士の夫婦ではレズミカルガスの雑草タカタンタパンタカちゃんでございます。本日も虹色動画張り切ってやっていきましょう。紫色草親子で介護予防、無理せず楽しく活性化、親子でウォーキングナンバー22、いろいろストレッチの太ももの前側編、入ってみましょう。大腿四頭筋でございます。太もも、これはウォーキングにおいてもね、非常に重要でございます。大腿四頭筋はですね、こう膝を伸ばすときに使います。あと膝をこうグッと上げるときね、太もも全体をこう腰より高く上げたりするとき、階段を上るときなんかにね、てかもう日常生活でね、ものすごい使えますこの大腿四頭筋は。そしてウォーキングのフォームでも、膝と腰をの怪我のリスクを少なくなるために、膝を伸ばしてかかとからの接地って言ってるじゃないですか。なのでもうね、もう一歩出すごとに大腿四頭筋をね、ブンブン使っていくわけなんで、これは、ここをストレッチしておくことは非常に、ウォーキングの準備段階においてもね、大事になってきます。そしてね、この太ももの筋肉はね、もう、健康寿命の指標としてもね、非常にね、重要なんで、まあ大体太ももの筋肉はね、大体四頭筋が、ムキムキってなってる方で運動不足の人はいないです。運動、まあ、年を重ねて、加齢していきますと、筋肉の分解と合成のバランスが崩れまして、なかなかね、思うように筋肉がね、合成していかないんですよ。しかもそこで運動不足になりますと、運動、太ももの筋肉を使わないでいますと、どん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 筋肉の萎縮が始まるらしいんですね。なので、人間は足から老化します。太ももの筋肉が萎縮します。運動不足で萎縮します。サルコペニアになります。フットフレイルになります。そうすると、ロコモティブシンドロームからの、運動気象後群からの介護予防に急降下の負のスパイラルにね、入っていきますから、この健康寿命を支える上で非常に大事な、ね、俺の太ももよ、頼むぞ、よろしく、俺の健康寿命よろしくなという思いを込めて、しっかりね、入念にストレッチして、ウォーミングアップ、血流回して温めてから、今日もね、その後有酸素運動ウォーキングにね、出かけていきたいと思います。本日も柑橘系の皆さんと一緒にストレッチをしてウォーキングへ出かけるんですが、今日はちょっとどうですか、どのようなテンポで行きましょうか。ちょっと若干テンポも上げたりしながら行きましょうかね。どこを歩きましょうか。さあ外に出てね、新鮮な空気を吸って、はい、気分もリフレッシュしながらウォーキング元気いっぱい行きたいと思います。それでは今日も柑橘系と一緒にストレッチの後のウォーキング、いろいろストレッチ太ももの前側編、実践行ってみたいと思います。さあ本日もですね、歩き方とストレッチ、アンチエイジングウォーキング、古藤高義さんの著書を参考に実践編進めていきたいと思います。このね、ストレッチウォーキングをより深く知りたい方は概要欄の方にその本のリンク貼っておきますので、ぜひともお一読してみてください。さあそれでは柑橘系の皆さん、本日もよろしくお願いします。はい、はい、ほら今日はえらいこうハキハキした感じだね。いいですね。今日はですね、太ももの前側、大腿四頭筋ですね。はい、重要なね、何するにしても重要な大腿四頭筋のストレッチですけども、これもね、もう皆さんよくやってると思うんで、今日はね4パターン、紹介したいと思いますので、用途に合わせて使い分けてください。まずですね、一番陸上とかで一番よくやるパターンはね、こう寝転んで
あ、座ってこのままこうやってグッと後ろに座る。してるでしょ。体操でもやるでしょ。で、ここでこの曲げた方の足をストレッチする。で、ちょっとやってみてください皆さん。ただこれのね、弱点はね、あの陸上の階段での綺麗な靴が、シューズが汚れるという、うん、それがちょっとね、僕陸上部の時にね、ちょっと嫌だったんですけども、確実に太ももの前が伸びますね。で、ちょっと体起こしてみてください。起こして、起こした状態で一番伸びるポイントがちょっとね、ぐろんと寝転ぶちょっと手前にあるんですよ。あ、そう、ヒューガーさん、その感じちょっとなんか伸びるポイントちゃうでしょ。違うでしょ。前面にゴロンってするのと、うん、ちょっとそう、その自分のいいところでキープしながら、伸ばしていってください。そう、そうなんですよ。まあそれは、まあね、自分のいい感じでやっていただいて、今度反対も行きましょうか。反対も行って、ストレッチのポイント、痛気持ちいいところで止める。そして呼吸を止めない。これで行きましょう。5秒行きますよ。せーの、1、2、3、4、5。はい、 OK です。さあ続いて、そんなね、靴が汚れるのが嫌な僕みたいな人のためのやつが本書でね紹介してくれておりますが、これまずね、立っていきます。立って、これバランス能力も言いますよ。あれか、これで、ね、難しい。これでこう持ってグッと引き寄せる。これこれで、はい、これで、しかもさらにここを、この膝を後ろにグッとやるとよりね、ピンポイントに伸びます。はい、ただこれはバランス能力が必要になってきますので、この後バランス能力がちょっと弱い方のためのやり方も載ってますから、まずそれでいきましょう。片足立って、片足、あ、スピードみたいに上からこうやってやった方がいいですか。え、どういう感じ。こう、あー、それだとね、いいんですよ、全身伸びるからね。今日はその太ももの前側にフォーカスして、はい、それでいきますよ。せーの、1、2、3、4、5。これ安定感結構厳しいでしょ。カレン、なかちゃん、さっきの見た。うん、おお、これさ、なっちゃったから、もう戻らへんくなっちゃったな。うん、なんかそう、公園になんかそのベンチとか、なんかその遊具があったら、それを掴んでもいいで。おー、天野ちゃんすげーな、バレリーナー。待って、これが伸びるのです。まあ、それができる人はね、そうしたらいいですけど、なかなかね、あららら、それもできる人やったらいいですけど、僕たちにはできないので、できない人も、皆さんができる範囲でのストレッチのご紹介いきましょう。今度反対の足いきましょう。はい。で、いきますよ。せーの。1、2、3、4、5。はい、これそう、これいいんですけど、ご覧の通りバランスのいい子供たちですら、あのグラ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 なんで、ちょっとね、ミドルシニア世代の方にはリスクが伴いますので、そんな時、はい、椅子ベンチなどを利用します。こういうのを持っておりました。はい、あ、怖い怖い。これ椅子が低いんですけど、これ椅子に腰かけて、これでこれでこういう感じで、半分腰かけて、この椅子がちょっとだいぶ低いんであれなんですけど、半分腰かけてこういう感じで、伸ばします。で、この膝の位置が後ろに行けば、つる、つるつる、ちょっとつる、やばい。これこの膝の位置が後ろに行けば行くほどね、ここを伸ばせますから、これがね、1、2、3。あ、今度ダンスでさ、反対、1、2、ある？お、何？体力やる。こう、こういうのやる。これで。そう。おー、そういうすごい技あんねんな。そういうのまた、そしたら今後教えていってくださいね。いろいろやっていきましょう。はい、そして本書で紹介されているのね、安定感のあるやつ、もう一個、この、こういうとこに、これ、ちょっとこれ、座面があれなんで、ここに乗っけて、これ一番安心、これ一番安心、ここに、ストレッチしたい方の膝を乗っけて、あ、これ一番安心やん。こっちも。でもやりたいな。うん、これで、
グッと。あ、これ一番いい。1、2、3って感じ。はい、体験してみてください。これは先ほどの片足立ちのビーズ、断然バラ、安定感ありますね。そしたらキューバさんからね、レモちゃんからやりますか。はい、もうその膝を立てるやつが一番良かったですわ。膝を立てて、そう、それで、そう、それでグッと。何これ簡単すぎる。そうやけど、さっきの片足バランスだとグラグラしてたでしょ。これでしっかり太ももも伸びるでしょ。素晴らしい。はい、この片足バランスは、うん、できてるやん。あ、できるけど、そうそう、あの子供たちだったらそれでいいんですけど、大人や、ほらほら、子供でもこれなんで、もし片足バランスやる場合は、何か公園のウォーキング前、は公園の遊具とかベンチを持ってください。はい、そしたらヒューガさんやっておきましょう。これは僕今やった体感ではね、足を そっちの方が絶断然やりやすい。それで、そうで、その膝の位置をどんどん後ろにやればやるほど、あの伸びますでしょ。うん。第3秒いきましょう。1、2、3、反対を伸ばしておきましょう、ね、今ちょっとね、説明のために短い秒数ですけども、できたら10秒から30秒伸ばしてください。せーの、1、2、3。はーい、 OK です。アマナちゃんも言っておきましょうか。アマナちゃん、そしたらそのダンスでやってるなんかいい、すごい伸ばし方のやつ見せてくださいよ。どうやったっけ。はい、どんな感じ。それで、それどこ伸びるんですか。股関節と、そこ。うわ、それなんかヨガのポーズありそう、ありそう。はい、それではいきますよ。レモちゃんもする？おー、2人で。はい、ヒューさんもやってみる。無理無理、いける。だ、これやった後は歩きに行きましょう。せーの、ヒューさんもせーの。お、いけるいけるよ。逆、押さえて逆。え、合ってる合ってる合ってるよ。あ、そっか、ごめん、こうや。あ、お姉ちゃん逆やった。1、2、3、4、5。はい、それではね、今のは超ハイレベルですけども、さあ皆さん、ヒューガさん大丈夫ですよ、釣ってない、うん、俺もさっきその手前で俺釣ってますけどね。はい、それでは皆さん、ウォーキング本日も行きましょうか。はい、はい、さあ今日もみんなでレッツウォーキング。ウォーキングでレッツ健康習慣始めましょう。バイバイ。バイ。わらいヨガウォーキングで、はい、脳トレ効果。春休みはどこ行きたいとこある？東武動物園。東武動物園いいな。ホワイトタイガー、ホワイトタイガーみたいな。あ、アマナちゃん何みたいの。それより遊園地。遊園地もええな。遊園地いいな。春はいいな。デュークサナエさん、デュークさん、ウォーキング教えてください。虹色動画とは、雑草男タカちゃんが家族の力を借り、一致団結して大好きな7色に本気で挑戦することによって、見事虹色草になるまでの悪戦苦闘の日々をお届けしております。音楽、陸上、介護予防、運動神経向上、筋トレ、自然、そしてドーン、リズミカルガス、みんなで楽しみましょう。はい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 、雨上がり、せーの、虹色。